大丈夫？ちょっとそんなくっついたら歩けんよ。邪魔します。ちょっとそんなとこおらんと来てって。ほら、なんともないやん。ほら、誰もおらん。私はたまちゃんと交番に行き、警察官に事情を話しました。男の顔を見ることはできませんでしたが、もしかしたら防犯カメラやいつも清掃してくれている管理人さんが見てるかもしれないと伝えました。そしてさすがに怖い目に遭ったこともあり、すぐに引っ越しの準備を始め、仕事終わりに荷物を取りに行った日のことです。この前の事件ですが、近くの防犯カメラの映像を入手できましたので、今度警察署に来ていただけませんか？はい、もちろんです。できればこの前のご友人の方にも見てほしいのですが。わかりました。調整してご連絡しますね。あと、マンションの管理人の方なんですが、そのマンションは管理人の方は常駐していないとのことなんですが。え？半年に1回、清掃会社の方が定期清掃するようで、中山様がおっしゃる管理人の方って、その清掃会社の方のことですか？もしもし？もしもし、中山様？